CB754 の K6 シリーズで1975年です。7半からの75で結構気に入ってるのと、 K6 ミッションが違うんでちょっと早いんですよ。早い、私だけなのかこれエンジンが当たりなのか分かんないですけど、早くてすごい気に入ってます。バイク自体はいつくらいから乗ってるんですか？10年前ぐらいで、年齢バレちゃう、さっきもあれなんですけど、年齢バレちゃうんであれなんですけど、10年ぐらい。アメリカのバイクから始まって、マジェスティっていうバイク、あとは本当にもういろいろ、もうなんか本当いろいろ乗ります。で、なんで CB78 に行き着いたきっかけとか。唯一乗ってないのと、女の子が乗らないバイクが旧車だなって思って、人と被るのあんまり好きじゃないんですよ。で、あのいいかなと思って旧車に、たらもうドハマりして、一番長いですねやっぱり、バイク歴の中で旧車が。これは闇屋で、あの無番なんですけど無番なんですけど、結構あのそれもこだわって、レンコンっていう中の芯が違うタイプ履いてて、それもわりかしこだわりですね。結構長い時間磨いたりしてます。もう洗車とかもなんか結構水洗いとかもこうやったりとか、まあ、あとはバフ掛けしたり、あ、一応メッキじゃなくてバフなんですけど、結構そのエンジンがバフなんでくすんできちゃうんで、結構こまめに磨いてます。最初集合だったんですよ。で、あの元々黒くてちょっとネイキッド系の CB を乗ってたのを全部フルカスタムして、あの、まあ、いろんなツーリング行って、あ、これかっこいいな、これかっこいいなとか思って、最終的に4バラにしたいって思って、やっと念願が、ちょっとお金貯めて頑張って買いました。なかなかやっぱ買えなくて、4バラにするのでもやっぱ夢だったんで、やっと実現できて嬉しかった。光った時のタンク、あんま太陽出てないからあれなんですけど、出るとこれが色が一気に変わるんですよ。で、夜走るとわりかしバインレッドに見えるんですけど、あの太陽に当たるとすごい色が全然違う色になります。違う色です。あの濃い感じ、キラキラのラメが出ます。太陽に当たると、あの太陽の場所によって色が変化するんで、この色は本当なかなかないです。で、触ってみても結構ラメラメなんですけど、全然ザラつきがないんですよ。やっぱ触るとザラザラってしたりとかあるんですけど、これ一切なくて、ちょっと塗った方に感謝してます。まあ、これはあの岐阜の人が塗ってるらしいです。あの分かんないなんか 誰かも知らないんですけど、岐阜の人が塗ったそれバイク屋さんの人から、そう、岐阜の人って言ってました。バイク屋さん頼む岐阜の人、それしか言う、そう、岐阜の人って言ってます。
レザースーツは山攻めるとき、意外とあんまり山仕様じゃないんですけど、山攻めるときとかはわりかしそのレザースーツ、レザースーツとか、まあ、角屋なんですけど、上下革ジャンで、あのインスタ見てもらえばどういう格好してるか分かると思うんで、ぜひ見てください。結構あの、まあ、元々、ね、先輩たちが革ジャン着てるっていうのもあって、やっぱ安全面気にして走ってたりするのを見てるんで、そういう部分でみんなで揃えたらかっこいいなっていうので一緒に買ったっていうのもあります。 GT38 いいと思うんですけど、あの私名字ホンダなんですよ。あのホンダさんなんで、ちょっとホンダなんで、カブですかね。ホンダつながりだったらカブでちょっといろんなとこ旅したいな、入れないとこ入りたいなとかはすごくあります。ホンダじゃなかったらちょっとどうしようかな、サンパチですかね。かっこいい、ツーストの音がかっこよすぎて、マッハとかもかっこいいですよね、本当に。あ、ね、キックでかけたいです。もうキックでかけたいなんかハーレーとかでもやっぱキックでかけてる女の子かっこいいなって思うんで、ショベルにお友達いるんですけど、ショベル乗ってる女の子で、あのやっぱ砂利道とかまで行っちゃうとしまったとか言って言ってますよ。結構あのかける場所もやっぱしっかりこう体重乗せてこうやってやらないといけないんで、あのちゃんとコンクリートの方が良かったりとか、止める場所も結構困ってたりするんで、あ、こういう楽しみ方もあるのかとか結構勉強になります。またがっていいですか。またがりましょう。これも取った方がいいですかね。意外とこういう作戦で名古屋の人みんなここにかけるかけますでも今日は規制あるみたいで、オートジャンボリーさん、あのフルフェイスじゃないきゃダメっていうことなんで、結構ポリヘルかぶったりとかは名古屋の人は多いです。街乗りだったら私もたまにポリヘル、フジヘル、まあ、どっちとも言うんですけど、結構名古屋の風習で、でもさっきあの芸能人のひろみさんが来てて、あのなんか撮影してたんですよ。でひろみさんも CB 乗ってるじゃないですか。さっきまたがったんですよ。この辺に写真送るんで乗っけてもらえればあのもうちょっとにやけましたね。やっぱ芸能人のひろみさんがまたがって俺と同じシートみたいな言ってくれたんですよ。かっこいいと思って、やっぱなんか
ね、千原ジュニアさんとかも結構同じ CB なんですけど、やっぱで同じ CB の人ってなんかいいですよね。やっぱり新たちには親近感湧きます。いやさっきまたがったんでちょっとまだちょっと嬉しい。あ、さっきまでまたがってたと思って、すごいね。あ、でも、うん、なんか結構やっぱツーリング行き先とかでなんか私に話しかけるとかじゃなくて、バイクに話しかけられることが多くて、またがしてとか、なんか綺麗だねってよく言われます。だから そういう意味で話しかけられます。どうですか、そういうのは。綺麗だねって言われるのが一番やっぱ名古屋の CB 乗りからしたらすごい嬉しいんで、やっぱ磨いててよかったなって思うのが、まあ、思います。はい。どうなんですかね。でも慣れだと思います。本当に数乗って頑張ってついて、私の場合はもう先輩たちがみんな飛ばす人なんで、最初はちょっと怖かったりとかもあったんですけど、揉まれてなったんで、数乗ってください。Z とはやっぱ違ったんですか。音が全然違います。全然違いますって言ったら怒られるの。あ、一緒に来てる。全然違う。はい、すいません。ああ、そうだね。いや別に違い